ジョー・シュミットは、ペンシルベニア州ピッツバーグ出身のアメリカンフットボール選手、指導者。NFL のデトロイト・ライオンズに1953年から1965年まで13、シーズン所属し、プロボールに10回選ばれた。ポジションはラインバッカー。ピッツバーグ大学で1950年から1952年まで3年間プレー、した。 1952年10月11日のノートルダム大学戦では試合前に印象的なスピーチを行いチームは22から19でバンクルワセを演じた身長6フィート体重195ポンドと小柄の彼は NFL ドラフトではなかなか指名されずカレッジオールスターゲームでオールスターチームと対戦したデトロイトライオンズに7順で指名された ライオンズでは1年目の1953年から活躍し、チームは2年連続で NFL チャンピオンとなった。1956年にはチームキャプテンとなり、9シーズンにわたってディフェンスのシグナルコールを行うようになった。また1955年から1964年まで10シーズン連続でプロボールに選出された。1957年にはチームが4年ぶりの NFL チャンピオンになるのに貢献した。この年の彼のサラリーは1万千ドルであり、オフシーズンに半年の兵役を務めた後、彼はホールドアウトを行った。1958年、6インターセプト及び当時の NFL 記録となる8ファンブルリカバーを挙げた。1960年9月11日の試合で肩を脱球し、6試合の欠場が見込まれたが、 怪我から1ヶ月後の10月16日に行われたフィラデルフィア・イーグルス戦で復帰、プロイリアと初のタッチダウンを挙げた。1962年のグリーンベイ・パッカーズとニューヨーク・ジャイアンツとの NFL チャンピオンシップゲームの賭博に関与し2000ドルの罰金を課せられた。1965年4インターセプトを挙げた後、1966年3月10日、 現役引退を表明した。1999年にスポーティングニュースが選ぶ100人の偉大なアメリカンフットボール選手の65位にランクされた。65はピッツバーグ大学時代の彼の背番号と同じであり、同大学の永久欠番になっている。ライオンズでの背番号56は彼の引退後永久欠番となったが、パッドスイリングがライオンズに移籍した際、 シュミットが特別に許可した。引退後、すぐに、ライオンズのアシスタントコーチになった。この年、ラインバッカーマイクルッチ、ウォリー・ヒルゲンバーグラを指導した。ハリー・ギルマーヘッドコーチの後任として、1967年1月、35歳の誕生日を前に、ライオンズのヘッドコーチに就任した。1年目は5勝7敗2分で終えた。シーズン終了後、彼は、 元チームメイトのジムニノースキーの獲得を欲したが、フロントに拒絶され、1968年は、ロサンゼルスラムズから獲得したビルマンソンが、先発 QB となった。この年は、前年より成績を落とし、4勝8敗2分で終えた。NFL50 周年となった1969年、選手時代の活躍に対して、グレイテストライオンエヴァーとして表彰された。この年、 チーム成績は9勝4敗1分と大幅に向上した。12月14日、11勝2敗のラムズに0から28で敗れた後、彼は飲酒運転で逮捕された。1970年11月8日のニューオーリンズ・セインツ戦では、トム・デンプシーに NFL 記録となる63ヤードの FG を成功させられ、17から19で敗れた。次の試合からシュミットはマンソンに代わり、 グレッグランドリーを先発 QB に昇格させた。12月14日のラムズとのマンデーナイトフットボールを制して、チームは10勝4敗で13年ぶりにプレーオフに進出した。12月26日のダラスカウボーイズとのプレーオフはディフェンス合戦となり、0から5で敗れた。1971年10月24日のシカゴベアーズ戦で WR チャックヒューズが亡くなった。 この年チームは7勝6敗1分と成績を落とした。1972年を8勝5敗1分で終えた。あと、1973年1月12日、ヘッドコーチを辞任した。その年、プロフットボール伝道に選出された。コーチとしては43勝35敗7分であり、彼の後に勝ち越ししているライオンズのヘッドコーチは、7試合で4勝。 下ゲリーモーラーを除いて現れていない。ありがとうございます。